こんにちは。今回はペーパークラフト1枚で命の中から、トラクターの、T ジャパンシリーズの作り方を、紹介していきます。型紙とハサミ、両面テープを用意してください。まずは型紙の線に沿ってハサミで切り分けていきます。全て切ることができたので部品の確認をしていきます。まずはタイヤの部品ですね。前タイヤの短いもの2つと後ろタイヤの長いものが2つあります。切り込みを入れるときに、折り目も先につけておくと後で楽なので、折り目もつけておいてください。それからタイヤのホイールの部品ですね。前用の小さいものが2つと後ろ用の大きめのもの2つあります。それからタイヤカバーですね。タイヤの周りについているカバーの部品が前用2つと後ろ用2つあります。それから屋根の部品ですね。屋根の部品が1つとフレームの部品ですね。フレームが 1,2,3,4 本あります。それから本体ですね。運転席を作ったりとか、あと前方の部分のエンジンとか入っているあたりの本体の部品が、黒いものと青いもので一つずつあります。それから、前の方に取り付ける部品ですね。前の方に取り付ける部品が、この黒いもの2つあります。それからステップの部品ですね。乗り込む時のステップの部品が、小さい部品で 1,2,3,4,5,6 枚あります。それからミラーの部品が2つと、車内についているモニターの部品が1つ、本体の後ろ側についているマークですねのために使う部品が1つと、排気パイプに使うための黒い部品が2つあります。それから、トラクターの前の方、一番前の方と後ろ側についている、部品が、それぞれあります。それからトラクターの車内に使う部品ですね。車内に使う部品、灰色の大きい部品2つに、座席用の部品、背もたれと座席の部品がそれぞれ1つずつあります。それからハンドルを組み立てるために使う、黒くて小さな部品とか灰色の中くらいの大きさの部品、車内についているレバーを、表現するための部品が1つあります。これら全部が揃っているかを確認できたら順番に組み立てていきましょう。まずはタイヤの部品とホイールの部品を用意します。そしたら、タイヤの部品の端っこに、両面テープを貼り付けます。貼り付けてあげたらぐるりと回して、反対側の端っこと重ねて、貼り付けます。この白い部分ですね、切り込み3つ分、重なるようにして白い部分が隠れるようにしてくっつけて丸めてあげてください。はい、こんな感じですね。白いところが隠れるようにして輪っかにしてあげます。こんな感じですね。はい、これを、残りのタイヤの部品も同じようにしていきます。はい、全部輪っかの形にしてあげるとこのような形となります。そしたら、この切り込みの場所ですね、この切り込みを入れた場所を、折り目に沿って順番に折りたたんで、内側に曲げてここに平らな場所を作ります。反対側の切り込みのところも、内側に折り曲げてあげます。こんな感じですね。こうやって、切り込みのところを折り曲げて形を整えてあげてください。残りも同じようにしていきます。はい、全部整えてあげるとこんな感じですね。そしたら次はホイールですね。ホイールの裏側ですね、ここに両面テープを貼っていきます。だいたい1つのホイールに3枚から4枚くらいの両面テープを貼ってあげてください。全面に貼ってあげます。
そして、これを、タイヤの今形を整えてあげたタイヤの、真ん中あたりにペタリと貼ってあげます。こんな感じですね。残りも同じように貼り付けていきます。はい、全部貼ってあげるとこのような形となります。次に本体の部品を用意します。まずは折り目をつけていきます。はい、折り目をつけてあげるとこんな感じですね。そしたら、折り目がしっかりとついている部分は、テープを貼ってあげて、重ね合わせて、箱状の形を作っていきます。こんな感じで、しっかりと角を立てて箱の形を作っていきます。折り目のつけた部分はしっかりと箱の形に貼り合わせていきます。そして青い方の本体の、前側の方ですね、まだ組み立ててなくてこうやって開いている部分なんですけれども、この辺りはですね、全体的に丸みを帯びるように、組み立てていきます。まず片方の、開いている端にテープを貼ってあげて、真ん中とちょっと斜めに重なるような感じで、貼ってあげます。でもう片方もこんな風に、重ねてあげてちょっと位置などを調節してあげます。片方はこんな感じですね。でもう片方貼るとちょっと最初に貼った方に重なりすぎてしまうので、少し余分に重なった部分は、折り返してあげたり、内側に折り込んであげたりして、ちょっと、大きさを調整してあげてください。何回か試してあげてバランスが取れたらこんな感じですね。こんな風に折り返してあげたらテープを貼って貼り付けていきます。はい、こんな感じで前は少し丸みを帯びるような形で留めてあげてください。こうですね。そしたら、この2つを、つなぎます。青い本体の後ろ側の方にテープを貼ってあげて、黒い本体の側面に合わせてくっつけてあげます。こんな感じで一つにつなげてあげてください。次にハンドルとハンドルの軸、そしてハンドルの土台となる部品を用意してあげます。まずハンドルの部品は、端っこですね、裏側の端っこにテープを貼ってあげて、くるりと巻いて輪っかの形にしてあげます。こんな感じですね。輪の形にしてあげてください。そして、ハンドルの軸ですね、ハンドルの軸の部品は、半分に折ります。でこれがバラバラにならないように間にテープを挟んであげて、これを、貼り合わせます。こんな感じですね。そして、ハンドルの土台の部品は、折り目をつけてあげて、小さく折られた端っこの部分にテープを貼ってあげて、そして、これを
反対側の端っこと重ねてくっつけてあげて、四角い筒の形にしてあげます。こんな感じで、3つそれぞれを、形にしてあげます。そして、それぞれですね、これを組み合わせていきます。ハンドルの軸の端っこにテープを貼ってあげて、これをハンドルにくっつけてあげます。で、ちょっと折ってあげたりとかして、ハンドルとハンドルの軸をつないであげます。こんな感じですね。そしてさらに、ハンドルの軸の反対側に、またテープを貼ってあげて、これをハンドルの土台の方に貼り付けてあげて、またこれも少し折り目をつけて形を整えてあげます。こんな感じでね、3つを1つに組み合わせてあげてください。座席と背もたれの部品を用意します。そしたら背もたれの部品は裏側の端っこにテープを貼ってあげて、反対側とくっつけてあげて、裏側同士ですね、裏側同士でくっつけてあげて、こういうふうに2つに畳んであげます。で、座席の方はまず折り目をつけてあげます。折り目をつけてあげて、そして、小さく折られた部分ですね、端っこの部分にテープを貼ってあげて、反対側の端っこと重ねてくっつけてあげて、四角い筒の形にしてあげます。そしたら、背もたれの、下の方ですね、テープで貼り合わせた部分にさらにテープを貼ってあげて、これを座席にくっつけてあげます。はい、こんな感じですね。これで、座席が完成しました。次にフレームの部品を用意します。そしたらこれは、より細くなるように、半分に折ってあげます。そしてこれが、開いてしまわないように間に両面テープを貼ってあげて、そして貼り合わせてあげます。細い棒の形にしてあげてください。残りも同じようにしていきます。はい、4つとも細い棒の形にしてあげます。そしたら今作ってきたハンドル、座席、フレームの部品を本体に貼り付けていきます。まずハンドルは、ハンドルの土台の部品の側面にテープを貼ってあげます。そして、本体の、青い方ですね、青い方の後ろ側にくっつけてあげます。こんな感じですね。そして、次は座席です。座席の裏側ですね、下側の場所にテープを貼ってあげます。そしてこれを、ハンドルの後ろにくっつけてあげます。この辺りに貼ってあげてください。それからフレームですね。フレームは、端っこにテープを貼ってあげて、これを、本体の、角のあたりですね、ここに、合わせてくっつけてあげます。こんな感じですね。残り3本も同じように貼っていきます。はい、全部貼ってあげるとこんな形になります。次に車内部品を用意してあげます。そしたら、まずはこれに折り目をつけてあげます。
はい、こんな感じで折り目をつけてあげます。そしたら本体を用意してあげて、これと、車内部品を貼り付けていきます。車内部品の折った場所ですね、折った場所にテープを貼ってあげます。まずはね、両側、に貼ってあげます。片方折った場所と、もう片方ですね、こっち側の折った場所にもテープを貼ってあげます。そして、片方を、フレームの後ろ側ですね、後ろ側のフレームにの真ん中のあたりですね、この辺、後ろ側のフレームの真ん中のあたりに、貼ってあげます。ここです。で、もう片方は、本体の、下床ですね、床に当たる部分、運転席の床に当たる部分に、貼り付けてあげます。はい、こんな感じで座席の横に弧を描くような感じで車内部品を貼ってあげます。もう片方も同じようにします。はい、両側に貼ってあげるとこんな感じになります。次にレバーの部品と、後ろ側のマークの部品とモニターの部品を用意します。そしたら、レバーの部品は、細くなるように、半分に折ってあげて、で、これがバラバラにならないように間にテープを貼ってあげてから、貼り合わせてあげます。こんな感じですね。それから後ろのマークの部品ですね、これは、周りにちょっと赤い部分が残るようにして、残りを折り曲げてあげて、全体的に三角形の形になるように、折り曲げて形を整えてあげます。それから、モニターの部品ですね、これも、半分に折ってあげて、こんな感じですね。で、折ってあげてこれがバラバラにならないように間にテープを入れてあげて、これをくっつけてあげます。こんな感じですね。こんな風に3つとも、折り曲げたり貼り付けたりして形を整えてあげます。そしたら、ここでまた本体を用意します。そしたら、レバーは、端っこを折り曲げて、よいしょっと、端っこを折り曲げてあげて、折り曲げた場所にテープを貼ってあげます。そして、これを、ハンドルの横のあたりにペタリと貼ってあげます。ギュッと、こんな感じですね。ハンドルの横にまずレバーがつきます。それから、後ろのマークですね、このマークの裏にもテープを貼ってあげて、そして、この部品は、後ろ側の座席とかフレームのあたりにペタリと貼ってあげます。こんな感じで貼ってあげてください。それからモニターの部品ですね、モニターの部品は、端っここうちょっと曲げてあげて、そしてテープを折り曲げた場所に貼ってあげます。そしてこれを、フレームなどの、部品に貼り付けてあげて、モニターの部品をつけてあげます。こんな感じですね。ここにモニター、ここにレバー、ここに後ろ側のマークですね、こんな感じで貼ってあげてください。
次に排気パイプの部品を用意してあげます。そしたら、片方の、端っこ裏側の端っこにテープを貼ってあげて、細くなるように細長くなるように巻いていきます。くるくるくると巻いてあげて、細い棒状の形にしてあげます。そしたら、これをもう片方の部品の、裏側ですねに、テープを使ってあげて、もう片方の部品の裏側端っこだいたい真ん中あたりですね、この辺に、もう一つを貼ってあげます。そして、反対側の端っこにテープを貼ってあげて、でこれをくるくるとゆるく巻きつけてあげて、ペタリと留めてあげて、下が太くて上が細いような形の部品にしてあげます。そして、細い方の先っぽをぐにゃりと折り曲げてあげて、こんな形にしてあげてください。そしたら、ここに本体を持ってきて、太い方の、下ですね、下側のあたりにテープを貼ってあげて、これを本体の側面にペタリと、貼ってあげてください。こんな感じですね、こんな風に貼ってあげます。次に、前方の方に取り付ける部品を用意します。そしたら、これも折り目をまずはつけてあげます。折ってあげたら、端っこに、端っこの折り目一つ分ですねの部分にテープを貼ってあげて、反対側の端っこと重ね合わせるようにつけてあげて、三角形の筒を作ってあげてください。もう一つも同じようにします。はい、こんな感じで2つの筒を作ってあげます。そしたらここに本体を用意してあげて、この今作った三角形の筒の側面にテープを貼ってあげます。そしたら、この筒を、本体の、フレームの前側のフレームの根元のあたりですね、このあたりにペタリと、貼ってあげます。反対側も同じです。はい、こんな風に、2つとも貼ってあげてください。次にミラーの部品を用意します。そしたら、ミラーの裏側ですね、裏側の切り込みが入っていない方の端っこに、テープを貼ってあげます。そして、片方水色がついてる方は半分に折ってあげて、片方水色、裏側が黒色の状態にします。もう片方の長く残ってる方は、細く折りたたんでいきながら、くるくると折りたたみながら巻いていって、細い棒の状態にしてあげます。こんな感じですね、もう一つも同じようにします。はい、2つとも、丸め折ってあげるとこんな形となります。そしたら、また本体を用意します。今作ったミラーの、軸の部分ですね、軸の部分の端っこにテープを貼ってあげます。そして、これを、前側のフレームに、一番上じゃないですけれどもね、上の方に、ペタリと貼ってあげます。このあたりですね、この辺に貼ってあげます。もう一つも同じです。はい、両方貼ってあげるとこんな感じになります。そしたら屋根の部品を用意してあげます。フレームの上側の部分ですね、この部分を折り曲げてあげます。はい、フレームの上を折り曲げてあげたら、この折ってあげた場所に、テープを貼っていきます。
テープを貼ってあげたら、屋根の部品の角をフレームに合わせてあげて、順番に貼っていきます。はい、こんな感じで屋根を貼ってあげてください。次にタイヤカバーの部品を用意します。まずはこれらにも折り目をつけていきます。こんな感じで、折り目をつけてあげます。そしたら、今折り曲げた場所に、テープを貼ってあげます。前と後ろ両方にテープを貼ってあげたら、これを、本体に、貼り付けていきます。こんな感じですね。こんな風に貼っていきます。後ろも同じように、折り曲げた場所ですね、折り曲げた場所にテープを貼ってあげます。後ろと前両方にテープを貼ってあげたら、後ろ側の方は、フレームの裏側に、合わせて貼ってあげます。そして、前側はぐるっと輪を描くように曲げて本体の側面に貼ってあげて、こんな感じでくっつけてあげます。そしたら反対側も同じです。はい、全部貼ってあげるとこんな形になります。次にステップの部品を用意します。そしたら、これを、黒い方が内側になるようにして半分の折り目をつけていきます。残りも全部同じように折っていきます。はい、こんな感じで全部折り曲げてあげます。そしたら、裏側ですね、白い部分にテープを貼ってあげて、これを、本体の側面ですね、このタイ、後ろのタイヤカバーの前に当たる場所ですね、ここに、貼り付けていきます。で、片方に3枚ずつですね、こっち側に3枚、反対側に3枚、貼り合わせていきます。はい、こんな感じで、片方に3枚、もう片方にも、3枚ですね、こんな風に折り曲げた、紙を貼ってあげてください。次に前と後ろに取り付ける部品を用意します。まず前側の方は、折り目をつけてあげていきます。こんな感じでね、黒い部分が正面に残るように折りたたんでいってください。で、後ろ側の方ですね、まず細長い部品は、端っこにテープをつけてあげて、半分に折りたたんであげます。こんな感じですね。それから、先が尖っている2つの部品ですね、これは、端っこにテープを貼ってあげて、で、少しここが細くなるように、折ってあげます。さらにもう一折りしてあげて、こんな感じでなんかフックみたいな形にしてあげてください。もう一つも同じです。はい、こんな感じで、それぞれを折りたたんであげます。そしたら本体を用意してこれを貼り付けていきます。
前側は、中に差し込むようにして貼り付けてあげて、この正面に黒い部分が出てくれば OK です。後ろ側は3本の爪でなんか掴みかかるような感じで取り付けてあげてください。こんな感じになれば OK です。最後に、タイヤを貼り付けていきます。タイヤの裏側のこの、小さな切り込みで折り曲げた部分ですね、この辺りにテープを貼っていきます。テープを貼ってあげたら、タイヤカバーの内側に収まるようにしてペタリと貼り付けてあげます。では残りのタイヤも同じように貼っていきます。はい、これで1枚の紙からトラクターのT ジャパンシリーズのバージョンを作ることができました。皆さんもぜひ挑戦してみてください。それではまたね。